あやどり、厳選、九州地鶏、うまか赤鶏、名前はどれだろう。あやどりです。あやどりさんですね、に来てます。ああ、エルカチャンネルのショーです。今日なんかもうちょっと都合上なんだ、忘年会してます。もう一人来てないんで、ちょっと4人揃ってからって感じなんですけど、なんかもうお通しも来ちゃったんで、なんだろう、お通し、ちょっと待って、お通し、これ鶏のしゃぶしゃぶらしいっすよ。乾杯してみましょう。どうも、お疲れ様です。あ、口切ってるから超しみる、美味しい。これお通しってすごいよね。これお通しですよ。びっくり。危ない危ない、こぼしよう、こぼしよう。サーモンのシルコです。あ、はい。よだれ鶏です。あ、はい。カリカラポン酢です。はい。失礼いたします。はい、なんか、ここの美味しそうだったやつ、よだれ鶏って書いてありました。あんまりするとタレこぼれそう。鶏皮ポン酢。いただきます。あいつが来た時にはもうないんだろうな。いただきます。あ、おいしい。これやべえ、これやばい。あ、おいしい。クリッとしてて、うん、で、こっちがちょっとさっぱりになる。あ、待って、なんか柚子胡椒がついてる。決まった、うん、まあいっか。ちゃんとサラダも食べますよ。あ、しゃぶしゃぶいけそうっすね。じゃあしゃぶしゃぶ食べていきたいと思います。しゃぶしゃぶ、もういいのか、もうちょっとだな。シャブシャブ、もういいかな、あとちょっと大きいですか、いいっすか、いいですか。はい、いただきます。これは、なんだろう、そのまま食べるだけかな。食べ物もないしね。え、うん、まあ、すいません、ちょっと汚いですけど、いただきます。暑かったぜ。いただきます。うん、おいしい、味がついてる。あ、もう、うん、そのままで。多分こっちの出汁の方だね。うん、おいしい、おいしい。うまっ。あ、お疲れ。ね、どこら辺だろう。なんかね、退役の裏だったよ。あの、スタヤ、3年。あ、スタヤの近く、スタヤの近く、うん、退役の、うん。うん、そうそう。セブンイレブンの、反対側って、今どこだろうね。なんか、なんかだいぶ道迷ったって。お疲れ。4人目。こちらひな鶏の唐揚げになっております。こちらで切らせていただきますね。はい、はい、わらかしのミートこちらの方がもも肉となっております。
っていいよ。しゃぶしゃぶして。こちらの方が辛味になっております。はい、骨が多い部分なのでお気をつけください。すいません、俺しか聞いてないから。ごめん、3人はなんか違う方向だったんですよ。もういいです。まあ、とりあえず今年もお疲れでした。まあ、食べて食べて。いやー、次に間に合う予定だったけど、最後忘れた。子供から電話があるので、財布家に置いてます。まあ、作戦通りか。ちゃう、ちゃう。俺が何せぐらい。全ての番号が分からないです。携帯を3度ほど破壊してしまう。おっと、野菜。これは鍋か。さあ、行っちゃいましょうか。ガバーン。はい、鍋の出来上がり。肉抜き。謎のスパイス。半身の粉。半身の粉って書いてある。これは？鶏塩。鶏塩。半身の粉だろ、これは。かけちゃいますよ。ね、いいところでストップって言ってください。早っ。そうなるよ。お前らはあれか、トランプを今から切りまくんでいいところでみたいなあれか。1、2枚した段階で、はい。なもう一回いきますからね。一応一回かけさせてください。おい、誰もストップって言わんすか、今度は。これが頑張るかなと思って。あ、もうお前のチョイスか。じゃあ、これもいただきます。ケンタッキーフライドチキン。うまいよ。まあ、大変。唐揚げうめ。今日の朝、イノシシを買ったい。解体してる。小屋のみんな肉。こういう肉なんか伸びる。うん、なんか伸びるっていう動画を見た。でも毎回店員さんも目の前で切ってたら大変だね。うん、いや、めっちゃ壊れるんだろうね。そうだよ、まかない。いや、楽しいっすね。うまいけどね。今日は仕事。明日休みの人。はい。立ちが悪かった一番。今日はみんな朝仕事は。それは悪かったね。大丈夫。発案者に言って文句。また。やべ、ちょっと面白くなってきた。どうしよう。ということで、今日はこちらにやってきました。美味しかったです。また来たいと思います。
俺にかかってこい。